前12時28分ですね。はい、今からですね、無職転生の22話をですね、Dアニメストアで見ていこうと思います。はい、では自己紹介。はい、僕の名は町大道芸人浜と言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。テレビには26本ぐらい出ました。この本の著者である現在40歳、芸歴16年目の町ちゃん大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、会社員を辞め、25歳で、マジシャンになり、その後パフォーマーになり、主に子供たちの前で勝負してますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してます。自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってます。見ての通りです。ぜひとも応援よろしくお願いします。僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてるんで、ぜひとも読んでください。お願いします。そして過去のアニメリアクション動画に関しては、再生リストに、作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。ただ、ほとんど消えてます。ごめんなさい。理由は最後に話します。そして来年の9月頃、でかい発表があるんで、お楽しみに。では行きましょう。Dアニメストアです。行きまーす。言うてた。人神が言うてたな。
家やね。ちょっとこれめっちゃ痛い。気はあるわな。今のって何だっけ？
サウルス。イリスが冷静やの。政略結婚的なことか。エリス15歳か。
わ、懐かしい、これエリザ初登場的には懐かしい。
政略結婚ですか、そのなんとかボレアスケとフィットアリオのために、アンナクズと結婚させれるかみたいなゲレーヌ言ってましたけど、まあ、政略結婚みたいなもんかな。でも、まあ、やっぱりその両親プラスおじいが死んだとさ聞いたそらね、ショックですわな。で一人にしてって言ってやっぱちょっとエリスの鳴き声が聞こえてくるのがちょっとまあやばかったですけど、まあそれ夜になって急にね下着姿のエリスが来て、まあ、ついにまあ一線を越えたという感じではありましたけど、別れの儀式みたいなもんやったんかな、エリスからしたら。まあ、ルーデスのルンルン気分のね、今日からリア充だってのはおもろかったけど、ちょっとまあまあかわいそうかな。そらルーデスも泣くわこれや。しかもギレーヌと旅に出たってことで、まあ、ルーデスが一気に一人になりましたね。ちょっとこれは悲しすぎるやろこれ。しかもエリスの髪の毛バッサリってたのがちょっと気になるけど、あとはシルフィエット、まあ、シルフィはどうやら、ね、行方不明やけど生きてるのは生きてるらしいんでね。これ無職転生って何話までなんでしょう。また続きあんのかな。多分来週か再来週で終わると思うんですけど、まあちょっとこれは気になるな。ルーデス一人になってしまってかわいそうやったわこれは。はい、ということで、あとはそのルーチェルドもね、人神からそのルーデスが聞いたことで、その髪を切った剃ったことで、呪いが消えかかってるとかいうのを聞いたところでね、あのルーチェルドが泣いたとこも良かったなと思います。わあこれエリスお別れか、ちょっと急すぎるわ。まあ、ルイチェルとはね、ともかく。はい、ということで、無職転生22話でした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、今ね、僕は仕事が全くない状態で、去年ね、3月27日に、バルテバーガーデン10話のね、リアクション動画を投稿したのを機に、今アニメリアクション始め1年9ヶ月目なんですけれども、まあ、残念ながら2ヶ月前、ざっくり言うと1年5ヶ月分のね、リアクション動画を失いました。詳しくは10月5日6日の僕の生配信のね、アーカイブを見てください。1426本、337日分の動画ね、もう消す、というか消えました。はい。で、もう僕は2桁再生しかずっといってない状況で、そんな中でね、ウマ娘だけはとんでもない再生数いってたんですけども、それがなくなったことで、今とてつもなく厳しい環境で、厳しい状況、続いてます。しかもここに書いてる通り、ワンルームでハート東京ということでね、こんなことをしないと撮影が可能じゃない、撮影できないということでね、あんまりはちょっと悲惨な目に遭いました。大ダメージです。はい、まあそれでも今はまたね、あの一から根性で直してね、やり直してますんでね、ぜひとも皆様の、この声が出せないというところのご理解、そしてね、ちょっと全部の話数を撮影するのがむずいというね、このご協力よろしくお願いします。ご理解ご協力のほど、その上で応援いただければ幸いです。はい、一緒にアニメ楽しんでください。ただ僕は大道芸人パフォーマーが本業ですので、ホームページ PV これをねちょっとぜひとも見てやってください。お願いいたします。それによりね、大道芸人興味持っていただければもう嬉しいですし、僕自身でね興味持っていただければ最高です。ちなみに、この僕のアニメリアクション動画で、僕を知っていただいた4名の方がこれまでねパフォーマンスを見に来てくださいましたので、実際に、僕もねちょっとこういう環境ではありますけども、なるべく貯金を長く持たせるためにずっと家にほんまにこもってます。その間で撮影できる時にこうやってアニメのねリアクション撮影撮って動画バンバンアップしてますんで、まだまだ僕はコロナには負けませんし、もっとねいろんな方にね、まあ、アニメを通じて僕を知っていただいてね、いつの日か皆さんにね、またの